ミルクサッカーアカデミー通信簿シリーズでございます。先生、今回はギラバンツ北九州編でございます。よろしくお願いいたします。ということでございまして、お願いします、ね、各種データから今日も振り返っていただきます、昨シーズンということですけどもね、はい、はい、そして今シーズンのお話ももちろんしてまいります、やっていきたいと思います、はい、まずね、2020年のギラバンツ北九州は、はい、まあ順位は5位という形でしたが、うんうん、これね、皆さん、まあさん、はい、ご存知かどうかなんですけど、はい、J3 からの昇格初年度のチーム史上最高成績です、うん、あーなるほど、確かにちょっと感じさせない感じでしたもん ね、 ですね、確かに確かに、はい、てか尋常じゃないことやってて、やっぱりね、2018 J3 最下位、そうなんだよね、2019 J3 から昇格、うん、2020 J2 で昇格争 い、 すごい、ありえないことやってるんで、すごいですね、まさにエレベーターと言いますか、ね、まあ、エレベーターってあんまいい言葉じゃないですけども、こうね、ライジングさんですよ、ねえ、ね、な感じを見せてくださいました、はいはいはい、そんなチームがね J2、まあ、復帰1年目でどんな、ね、データを残したのかってことをしっかり見ていきましょう、はい、はい、よろしくお願いいたします。それではまずはこちらです。ドン出ました、はい、はい、うん、MVP は大吾さんですね、はい、9得点6アシストという結果でございました、うん、はい、であとはまあ彼もそうなんですが、うん、僕はちょっとこっちを買いたいなってところで、町野選手、まあ湘南行っちゃいましたけど、はいはいはい、あの要はもともとマリノスからレンタルで来てたのを、うん、ある意味そこを立って、はい、完全移籍化して、はいはいはい、北九州で1年間やって、自分でここでしっかり成績残して、自分の力で湘南っていうその J1 もう一回買い入れたい。なるほどね、これすげえことだなって思っちゃいましたね。そうかそうか、やっぱりどういう形態でね、どういう気持ちでこう使っていくのかっていうのの、これが面白いところですね。そうですね、なので彼の今後もね、多分北九州サポの皆さんも多分ずっと楽しみにしてらっしゃると思うので、はいはいはい、次はね、2021年湘南の地でどれぐらい活躍できるのか楽しみです。そうですね、はい、はい、うん、続いてはボールダッシュ王、これについてはちょっと僕も意外だったんですが、はい、国分慎太郎選手でございました、はいはいはい、国分選手はパスでこういろいろこう展開してくれたりだとか、うん、あとは前線に入り込んでくれたりだとかっていう選手なんですが、はい、そういう中盤のハブ役もやりながら、うん、あの 相手からねボール奪い切って、彼からそのままスルーパスが出てなんてシーンも多かったなと思う、はい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 、確かに、うん、そうか、数字でも残したのかってところで考えると、中盤今後はアンカーなんてこともやれるような存在にだんだんなってくるんでしょうね。なるほどですね、僕は彼も J1 になると思うので 2,3 年以内には楽しみでございます、うん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 、はい、はい、続いて今度はディフェンス王としては村松光太選手、はい、順天堂大からの大卒ルーキーではありましたが、うん、驚きなのはこれですよ、マーさん、皆さん、はい、171センチで抑えてきた、いやー信じらんないですね、ちょっとね、ねえ、だってこれで争ってたのピーター・ウタカとかですよ、ね、これはすごいことですね、ありえないですね、これあのよくね、あのバスケとかでも、バスケなんてほら手で扱うスポーツだから、はい、10センチもマッチアップで触ったらもう終わりだぐらいのこと言われてるんですが、うん、はいはいはい、20センチマッチアップさ相手に勝ってたんですよね、村松。勝ってたんですか、これさせなかったとかじゃなくて、勝つのはなかなか難しいじゃないですか、あの要は成功権だって取るのはだって上より上に行けないわけだから、あのギリギリであの地上であの押し込んで、なるほど、そう、落下点にまず入れさせなければ大丈夫っていう考え方があったみたいで、これは素敵な、これはまあ日本人がシェアしたい考え方ですね。そうですね、これ実際にまさにで、ね、はい、またこれ別途ね、これギラバンツのねサポーターの皆さんにも一応言っておきたいし、はい、J2 のサポーターとか皆さんに言っておきたいんですけど、はい、最近ね日本サッカーマジで変わっちゃったんですよ、マーサ、変わっちゃった、はい、あのデータマンの見地からちょっといろいろお伝えしたいのが、最近あの我々海外系の動画もいろいろ出してるんですけど、うんうんうん、あの今ベルギーで森岡亮太選手がタックルナンバーワンとかあるんですけど、はい、それ以外でも僕深くいろいろ見てったら、なんか欧州5大リーグのディフェンスのなんかいろいろ見てたんですよ、トップ10に 5,6 人いるんですよ日本人が、いろんな部門のトップ10見ていくと、あれヒロキじゃん、え、イヌイとか、びっくりしました。どういう部門でどういう流れを感じる、やっぱり遠藤航だったらディベルだし、はい、うん、酒井宏樹だったらタックル成功、はい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 、タックル、ちなみに今ヨーロッパの中で、ヨーロッパ全部の中で5位です、酒井宏樹、おすごいですね、とか、あ、リーグ問わずってこと、リーグじゃないの、5大リーグの中で
5位。これはだからそれはリバプールもね職種を伸ばしたいぐらいですよね。お金が足んなかったっていう聞きましたけど。そうなんですよ。へえ。で他もちろん富安だか吉田とかも入ってるし、はいはいはい、あといろんなそのもう細かくはまた別途動画にしますけど、うん、鎌田大地とか、うん、乾隆までいろんなところに入ってきてプレスの数値だとか、うん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 、だから昔はねヨーロッパとかアフリカだったらその個の力あるけど日本とかアジアは無理だなんて言われてましたが、はい、そんなことねえっていうデータ残してるのは海外でもそうだし国内でもこうやって身長が仮に高くなくてもこうやればできるんだってことをなんか思わせてくれるんだなってのすごく感じましたね。はい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 、まあ、またそのデータはまた別途おいおい、はい、お願いいたします、はい、そしてミルワカ賞には椿直樹選手、はい、今オーストラリアのメルボルンシティに行っちゃいましたけど、うん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 、彼もね横浜 F マリノスのユースから昇格してでレンタルで北九州に来てでレンタル終わったと思ったら今度海外オーストラリアに行っちゃって、そうですね、まあいろんな経歴になってきたなと、うんうん、まあ、彼も高卒2年目でね北九州のもう主力でしたから、はい、まあやっぱ若くしても掴んでる形があるので多分彼も将来海外行くんじゃないかと思う、うん、ヨーロッパね一部、うん、ちょっと楽しみな感じもありますね。椿直樹選手、はい、あ、そして得点王がディサロ選手、アシストが福森選手という形でございました、うん、はい、ということでございました。はい、はい、では続いてニュース見ていきましょう。はい、こんなことがございましたということでございます。はい、はい、ギラバンツ北九州第3節の琉球戦で、うん、3年8ヶ月ぶり&この三国スタジアム初の J2 勝利ということがありましたね。ほう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 、はい、でそこからというもの8月7戦全勝なんてことがありましたね。1000試合勝っちゃった、うん、9連勝&10連続無敗なんてことも、ね、そうでしたね。なんか無双感ありましたあの時は。そうなんです、はい、8月の結果 MVP とかもねいわゆるディサロ選手でしたね、はい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 、序盤の顔になっておりました、はい、ただやっぱりこれいろんなねこれ世界でも言われることですけど前半戦でギュンといったんですねギラバンツは、うんうん、だから後半戦はねめちゃくちゃ対策されちゃったんですよ。なるほど、うん、後半戦で、上げた勝ち点が5とか6だったんですよ確かね。うん、もうなかなかもう勝てなくてあまり少なかったですね。そうなんですよ、はい、まあでもこれやっぱり研究されたからってこともあるだろうしプロの世界は厳しいですねですね。ただこれやっぱでも小林監督なので、はい、これでねいわゆる J2 の中でも上昇のチームを作り上げていくと思いますから そうですね、その経験さえもさらに今度生かしてくれるんじゃないかと思います。はい、はいで真ん中ですね、うん、結果的にはこれ19勝8分け5敗、勝ち点65得点59いずれも J2 クラブタイ記録っていうことが出てきました、ね、うん、はいはいはい、そしてもちろんこの状況は J3 とか JFL からの昇格クラブとしては史上最高記録ということになりました、うんうん、こちらもう本当にね、J3 時代ともこの J2 時代ってそんなに遜色ない結果ではあったんですよ。カテゴリー上がったけれどもそんなにデータ変わらなかったと。そうなんです、はい、ね、あとはあのヒシュートさえ抑えることができれば、はい、ということでしたね、はい、これは後でまた、レーダーチャートで語ります、うん、であとは本当ねこの2020の北九州は大部分がステップアップしたなっていうような、まあ、語り継がれるこうあの時のギラバンツなるほどねなんじゃないかなと思いますね、いやそうですか、はい、はい、まあ、ということで続いてのねグラフ見ていきましょう。はい、推移をご覧くださいこちら。はい、はい、これは分かりやすい、うん、ちょっとジェットコースター感があるグラフになってます ね平均勝ち点が9月の場合8月か3、はい、全勝ってことですね。すごいんだけど、はい、勝ち点21そうですよね。そうなんですよ、試合数7ですから下21、はい、ピンクのところが最高っていう意味で黄色が良かったよ、はい、で水色がうーんといったところですが、うん、そうですね、10月がね、うん、6試合で勝ち点2だったの、うん、そうか、これがちょっときつかった、ね、はいはいはい、10月がね、まあ、だから本当先ほども言いましたが前半戦でギャンガツンといったけれどもその後のところがやっぱ対策されたりだとか何人かそのね中盤とかを含めて怪我人出たりだとかっていうところでちょっと勝ち点を失う傾向があってでそれでもだんだん J2 の全体ベンチメンバーも含めた上で強度に慣れてきてようやっと11月12月のまあ勝ち点平均でいったら 1.5 とかのクラスまで戻ってきたって感じでした。なるほど、でもこう見ると10月だけちょっと大変ですけど、それ以外はそんなにっていうところはあるんですね。はい、そうですね。落ちた時期はいはいはい、1.5 を超えてる時間は長いんですよね。うん。うん、だからやっぱりあるのは、やっぱりね、優勝した徳島以外の J2 全チームで1ヶ月どっかギュンって落ちてたんですよ。はい、うん、あ、どこかしらでへこんでるチームがほとんどだったっていうことですね。そうなんです。だから北九州だけの話じゃないんで、はい。はいはいはい、はい、まあ、だから長いね、シーズン。過密でしたし、
そこだったということだよね。ですね。なんでずっと安定して徳島が優勝したっていうのは、やっぱりねっていう形があるから、なるほどね、その中で、じゃあ、ね、同じ県のアビスパ福岡が昇格しましたけど、はい、彼らはなんでって言われたら、その最後にブーストかけることができていたっていうのがでかかったですね。後半戦に向けて上がり調子になっていったと。なるほど。ただ北九州としてもね、やっぱ昇格してきた年だから、最初にボーンといかない限りは。そうですね。こういうところも、やっぱり昇格初年度はまず残留争いとか中堅目指してところで、はいはいはい、で、2年目、3年目でやっぱりね、JY の昇格レースを争っていこうって流れになると思う。全然悪くなかったってことですね。ですね。あとはまたね、小林監督のもとに新しい選手たちが2021年集まってきました。はいはい。で、その選手たちがどれぐらいね、育っていくかも、ちょっと今回はね、見ていきたいよね、というところでございます。はい。はい、では続いては、はい、節別選手出場成績を見ていきましょう。はい、どん出ております。誰がどのぐらい、いつ出たかというね、ことでございます。はい、左から選手の名前、出場の割合、はい、スタメンとサブでどちらで出ましたかっていう回数と、はい、右側には水色の部分がスタメンのところ、黄色が、途中出場で長く出ましたよ、ピンクが短めに出ましたよという形になっておりますと。はい、で、こう見てみると、やっぱ支えてくれてたなと思うのは、センターバック、村松浩太選手をいただきたいですね。はい、いわゆる、ほぼほぼフル出場ですよ。もうフル出場でしょう、これは。っていいと思うんですよ、ええ、これで相手のね、その180、90だっていう屈強なフォワードたちをバッタバッタとなぎ倒してきたわけで、はい、これはすごかったなと。すごいことだね、すごい貢献と、これ全体見てて、このチームすごいな、若くしていわゆる東京世代以下の選手たちが主力になってるケースがめちゃくちゃ多いわ、はいはいはい、例えば分かりやすいのが今の村松選手もいわゆる大卒1年目の選手なので、いわゆる東京世代の選手ですし、センターバックの一番下生駒選手、彼も今横浜 F マリノスから来てる若手の選手になるんですけど、はい、今東京世代の途中まではなかなか怪我もあって出られてなかったんですけど、終盤戦に定位置掴んでからずっとスタメンで出てたもありますよね。そうね。あと同じように10月かなからレンタルでやってきた針ヶ谷選手、ボランチオレンジのところの一番下、はいはい、彼なんかも途中でやってきてからほとんど基本的にずっとスタメンが多かったという方でもありますし、はい、当然あと黄色とか緑の方行ってったら、途中でオーストラリアに移籍した椿直樹選手、高橋大吾選手、それ以外にもやっぱ上見ていくと、まあ、町野修斗選手やそしてディサロ選手とか、まあ若手が主力を掴んでスタメンに名を連ねる平均年齢も随分若いチームだったなってことをすごく感じられましたね。はいはいはい、ただやっぱり去年かな、去年のミルワカのギラバンツの通信簿でも言いましたけど、はい、やっぱこのチームの強さはやっぱそのちょっと教育的なチームなんだなってところ、排出し続けてますもんね。でその排出するっていうところもあんまりこう厭わない部分があるなと思って、はいはいはい、よくね、サポーター感情としても、行かないでーってのもあるじゃないですか。育てても出しちゃダメだろ、みたいなね。とどまらせろよ、みたいな考え方もね、あったりしますけども。でもただやっぱその選手たちが、徐々にこうやって上にだんだんと羽ばたいていくことによって、いわゆるもう大学界のナンバーワンクラスの選手とかがやってきたりだとか、他のチームからちょっとうちの選手育ててくれないか、みたいな形でね、やってきたりだとかになってきてますから、はい。結局はチームのためになりますもんね。そうなんですよ。特にコロナ禍で、はい、やっぱね、北九州もね、途中夏場秋場ぐらいはだって社長がもう自らもうスポンサー営業して J1 行くかも、行けることに合わせてどうにかって走り回ってたぐらいだったので、はい、お金がなかったのは間違いなかったから、その中でお金かけず取ってくる、お金かけて取ってくるんじゃなくてお金かけずに取ってこれるチームっていう夫婦にもできたから、これいいチームですよね。なるほどね。はい、じゃ続いてレイダーちゃんを見ていきたいと思います、はいはい、続きましてこちらでございます。ドーン出ました、3年比較でございます。はい、真ん中の部分こちらが白いところが、偏差値50平均のグラフとなっております。はい、紺が2018、赤が2019、この2つがJ3 時代ですね。はい、で黄色が2020という形になっております、そして、右上の部分がオフェンスのトータルアクションシュートとかアタッキングサード侵入数とかそんな感じになっております。はい、そして右下の部分が非シュートとか非チャンス構築とかのディフェンスのトータルアクションになっております、はい、ここの一角だけはですね、他は数が多いほど外に張り出してるんですけど、ここの一角だけは非なので数が少ないほど、はい、ポジティブ、ということになっておりますので、はい、数が少ないほど、外に張り出さないと
いうことはさ、外に張り出すということになっております。俺がこんがらがっちゃってね。なので今回はちょっとシュートも打たれちゃったチャンスも作られがちだったということになっちゃいましたね。そうですね、はい、色はその通りです。はいはい、で左下のところがディフェンスのここの数値、うん、タックルとかクリアとか、はい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 、左上が、パスとかドリブルとかのオフェンスのここの数値となっておりますと、うん、はい、でこう見ていただくと、はい、まあ、赤が J3 時代で、まあ、その時は爆裂に誇ってましたから、うん、はい、ね、これでちょっとギューンとしたグラフになってますけど、はい、ワンカテゴリー上がったけど、たくさんこう何かが落ちるってわけのチームではなかったのがすごいですよね。確かに確かに、やっぱカテゴリー上がると平均値のね、レベルがググッと上がるわけだから、縮小して叱るべきじゃないですか。そうなんです。それがサイズ感的ではそんなに落ちていないと。そうですね。うんうん、非シュートとかだけちょっと落ちたぐらいで。順位が示すように新しいカテゴリーにグッと対応したってことですよね、うん、1年目からね。特にオフェンスすごくないですか。あ、本当そうっすよ。すごいですね。ゴール数、ドリブル数ね。アタッキング数。ゴールに関しては、はい、2019J3 時代と2020の J2 時代で遜色ない状態ですから。はいはいはい。だから2018の要は最下位だった時のこと考えると、本当だ。信じられない伸びですよね。はい。偏差値30が、偏差値60まで上がってるので、はい。すごいことです。でシュートは、2019よりは減りましたけど、うん、その右の枠内率がそんなに変わってないし、はい、さらにその右のアタッキングサードっていうところもそんなに変わってないですから、うんうんうん、相手陣内には攻めることができていたのは間違いないかなと思います、はいはい、うん、でただ右下系ですよね、唯一言えばね、守備系のね、うん、ここはシュートとかチャンスはやっぱ作られたなっていうところはあるし、やっぱね、はい、ゴールもちょっと奪われたのはあったけど、ちょうど平均値ですね、この辺もね、うんうん、思いますが、まあ、これはカテゴリー上がったし、はい、これはしょうがないかなと、これはもう2021への課題ということで、ここを埋めていけばってことですよね、ググッと変わってくる。そうですね、うん、あともう一つこれ言わなきゃいけないのが、はい、ミルワカの2020のレビューの中ではたくさん言ってましたけど、はい、まず覚えてますか皆さん、うん、北九州って攻撃の時、いわゆるポジティブトランジションの時は6人で攻めてたんですよね、うん、ああそういうイメージありましたね、316やってたんですよ、両サイドがドバーッと前に当たって上がってね、そうなんですよ、ひっくり返った傘みたいな感じですよね、そうなんですよ、まさに、でもだからある程度カウンターされることとかは、はい、見込んでたんじゃないかなと思います。なるほどなるほど、男らしいチームですね、うん、じゃあね、いったら、ね、みたいな。だってそれでも平均のディフェンスも平均レベルで抑えてるし、はい、さらに言えば攻められたとしても後ろに守ってる3枚主にだからね、うん、村松選手だとかはかなりクリアしてましたから、はいはいはい、でこのクリア数もキュンと飛び抜けてるでしょ、うん、そう考えるとある程度攻めていくしガンガンで、その中で後ろはちゃんと守ってくれるからシュートも打たれるし攻撃もされるだろうし、チャンスは当たり前のぐらいに疲れられるけど、うん、後ろが頑張ってくれるからお前らはもう前でやれみたいな感じだったんじゃないのかなっては見ると思いますね、うん、でもそう考えるとね、それぞれ役割分担ってのははっきりできていたし、それをうまく遂行するためのってのをやってきたと思うし、だけど唯一言えばね、やっぱ昇格1年目だからっていうところとか、相手に後半戦は研究されたから、そしてあとは大卒ルーキーもいたからとかで考えれば、まあ、ちょっと納得するような部分は結構多々あるんじゃないかなと思うようなグラフになってます、うん、なるほどなるほど、これが2022 J2 定着2年目になってどうなるかがかなり見応えありそうだな、良くなっていきそうな、ね、予感しかしないですね、でもね、そうですね、はい、小林監督が一体どういう歴史を紡いでくれるのか、そうだな、楽しみにしましょう、はい、楽しみにしましょう、はい、以上でございました、ございまして、ギラマツ北九州をお送りしてまいりました。最後にミロアカからお知らせでございます。こちら、はい、ミロアカの裏テーマ目標は J リーグ全スタジアムが前になればいいのにねということでやっております。頑張って ね、勝手にやってるんですけど頑張らせていただいております。2021年もいろいろやってまいりますというお知らせです、はい、先生から、はい、今年はミルトとだったり、ちょうどねこの間2月1日の、ライブ配信では、はい、クイズ正解は1年後なんて皆さんとね、うん、共にねいろんなこう遊んでいけるような企画だとかもやっていきますので、はい、そちらね、はい、楽しみいただければと思います、はい、今年はさらにですね、たくさんいろんな選手の皆さんとか、はい、フロントの皆さんとかにもご出演いただきながら、うん、ミルアカを盛り上げていって、そしてこの J リーグ、そしてサッカー界を盛り上げていこうと思っておりますので、はい、そちらもぜひお楽しみにください。お願いいたします。そして、はい、オンラインメンバーシップではトークライブもね月1回行っております。企画会議も1回行っております。ぜひ、ね、メンバーシップの方入っていただきます、うん、そちら、深掘りコンテンツご覧いただけますので、ぜひそちらもアーカイブもあります。ぜひよろしくお願いいたします。おいしも、はい、毎日やってます。チャンネル登録、そして高評価ボタンで応援していただけるとありがたいです。それでは
先生、また明日も一人お願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。でした、ノーミルク佐藤でした。それではまた明日です。さようなら。それでは。